セブンティーン・ジュン、イタリア香水ブランドのポップアップストアイベントに出席。セブンティーン・ウォヌ、イタリア香水ブランドのポップアップストアイベントに出席。宮脇さくら、NHKE テレの新ダンス番組ゾンターク、踊りの星、にゲスト出演が決定。18日放送。セブンティーン・ジョンハン、イタリア香水ブランドのポップアップストアイベントに出席。宇宙少女、中国人メンバー3人アンドルダ&ダウォンを除く8人と再契約との報道。SM エンタ、HYBE パンシヒョクウジの CNN インタビューに反論。敵対的 M&A の意味を歪曲している。HYBE 創業者パンシヒョク氏、CNN ビジネス記者とのインタビューで SM エンタ買収騒動に言及。SM エンタのような優れた会社にいい企業支配構造が備わっていないことへ、長く悲しい思いをしていた K-POP の鈍化も心配。